アースイフ・アリー・ザルダーリーは、パキスタンの政治家、元大統領、パキスタン人民党の共同総裁、パキスタン初の女性首相で暗殺されたウェナズイル・ブッドの夫、ビラーワル・ブッドザルダーリーの父、日本の報道では、アシフ・アリー・ザルダリーとも表記される。シンド州の有力政治家、ハーキム・アリー・ザルダーリーの息子、 同じく有力政治家仏党家との結婚は、一族同士の見合い結婚であったとされる。ザルダーリー家はシーア派の有力一族で、ザルダーリーはカラチに生まれ、パキスタンでも最も裕福な家庭の一つで育った。妻ベーナ・ズイールの内閣で大臣を務めたが、在職中は関連予算の常に10%を着服していると噂され、メディアにおいて、 通称、ミスター10%と悪名を冠されるほどであった。その後、この在職時の汚職疑惑によって8年監獄中にいた、パキスタンで5番目の大富豪である。2008年、パキスタン大統領選挙に出馬し当選。同年9月9日、第11代パキスタンイスラム共和国大統領に就任した。2009年4月15日に来日している。 2010年の憲法改正でパキスタンが反大統領制から議員内閣制に移行したことによりパキスタン大統領の行政府のトップとしての地位をユース・フラザー・ギーラーニー首相に移常し名誉職的な国家元首となった。2011年5月にザルダー・リーが軍によるクーデターを懸念していると記されたメモが当時アメリカ統合参謀本部議長であったマイケル・マレンの手に渡り これが発覚したことで軍との関係が悪化したとされる。12月上旬に病気治療のためドバイに渡り、12月6日から14日まで入院し、その後も帰国ができない状況が続いていたが、数日後に帰国した。2013年9月8日、5年の任期を終え、大統領職を退任した。その後もパキスタン人民党総裁として活発に活動している。 ありがとうございます。